大会とかあるの、はい、優勝やばい日本といったらやっぱ宮田さんが3、2、1 TKO Dance Channel。 こんにちは、スタジオフェイス宮田武雄です。アシスタントの桜井理央奈です。このチャンネルではダンスに関する様々な知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい、エキスパートを呼びました。やったー。はい、ゲンゲンくんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ゲンゲンくんです。ゲンゲンはもうタットはかなりエキスパートなんでね、知ってる、このタットのさ、はい、大会とかあるんだよね、はい、優勝してんだよね。はい、一応、どこで LA かな。 LA です、LA のさっき話したフィンガーサーカスっていうクルーが主催してる、うん、ディキスタリティダンスリーグっていうのがあるんですね。ディキスタリティ、ディキスタリティっていうのはその手先が器用なっていう意味なんですよ、はい、指先がすごい器用に動くっていう意味なんですけど、それのだから手先が器用ダンス選手権やばいね、はい、優勝やばい、ありがとうございます。直訳するとすごいですよねこれ。オタクの集団だねきっとね。もうラーメンです。いやもうだってこういうさ、もう俺とかガーッてなっちゃうまあウェイではないですね、うん、だからずっとこうさ確かにだってこう動かないやつをここ通すとかさ、はい、訓練だもんね。ちょっと上げではないですね。そうだよね、はい、一応まあ世界大会ってことだったんですけども、うん、まあ世界的にその大会一つしかないので、うん、元は東のボルチモアの方であったんですよ、うんうん、アキシオンっていうのがあったんですけども、それをやってたダークマタースクワットっていう昔からの90年代からの OG クルーと、聞いたことあるんですよ。あ、本当ですか、うん、そうで2010年以降できたそのフィンガーサーバスっていうクルーで東と西でやってたんですよ。で東のイベントが終わって西の大会が始まって、うん、でそっち行ったって感じです、うん、その時ポッピンタコに前に行きました、うん、マジで行きました。タコとかあんまりタットやってるイメージないよね。でもやっぱエジプシャンすごかった。ああエジプシャンがやってます。ちょっとやってたね。でなんかがっつりエジプシャンはタコで、うん、結構オリジナルを組み入れてくるのがウィーグルスみたいな、こういうの。あウィーグルスはイメージあるね、はい、こうやってこう歩いて。 あと俺なんかスキーターは結構イメージあるんだけどね。あスキーターそうっすね。ピートはあんまイメージないよね。スキーターはこういう感じです、ね、そうだよね、はい、スティーブはイメージあるね。やっぱ昔の人ってすごいね、なんか。そうですね。あの辺の人たちってさ、はい、色褪せないですよね。色褪せないよね、はい、もう何十年も前の人なのに、最初のファーストジェネレーションって言っていいよね。まあセカンドかもしれないけど、最初にすごかった人って、はい、今いてもすごいんだよね、はい、あれがすごいよね。いやもうそこはやっぱり日本といったらやっぱ宮田さんが、いやいや俺じゃないよ。いや別に本当上げてる意味じゃなくてやっぱ宮田さんが UK を日本に持ってきてくださらなかったら、うん、僕らがその活躍することはなかったんで、うん、もちろんこのつながりもないですし、まあ、そうだね、はい、例えば僕のこととか覚えてくださったのって多分 UK じゃん。 UK だね、うん、UK を本当もう毎年出てました、世界大会しかない頃から見てて、まあ、日本始まったんだ、うん、2005年でした、2004年、2004年でした、25よね。でもうあのポップの大会が始まったって言って速攻でに行ってバーンと装置して3年ぐらいかかりましたね、予選通過で。関東大会抜けるのにまた5年とかかかって、でもう1回関東大会抜けるのにまた3、4年ぐらいかかったんですよ。ほんと才能ないんだよ俺も。地道にね、地道に頑張って、もう、まあ、カイトとかフィッシュとかバンバン勝ち上がってる中、そこなかなか行けなくてみたいな。確かにね、まだポップの大会も少なかったしね。そうですね、海外の大会で日本予選やってるってポップとかなかったんだよね。いやもう繋がってんのは本当に僕らがしたら UK しかなかった、UK しかなかったんだよね、はい、その時ね。でジャステブとか入ってきて、そうだよね。まあそれであれなんですよね、多分若手そのぐらいからダンス始めた子って多分いろいろあるってイメージなんで、うん、なんかちょっと分散しちゃったんですよね。そうかもしれないね。で僕らからするともう UK しかなかったんで、もう UK だったんですよ、うん、ずっと。でこの間もそのプライベートで聞かせていただいたんですけど、うん、また聞かせていただきたいですね。なんか自分も結構それに習って今その DDL の日本予選をやってるんですよ、うん、この間あの DDL ジャパンっていうのをやって、うん、世界中から集まってくれて、うん、おおすごいね、はい、うん、でまあ、アームズっていうアジア大会をやってるんですけども、うん、
それも優勝者をちょっと DDL に連れていけるように、うん、やっぱりですね、渡航費とか出せないですね。出せないよ、はい、出せないって言うか、だから赤字なのよ。そうなの、要は全部赤字なのよ。そうそうそう、だからいやね、毎年これやるべきかっていうのがあるよね。でも、まあ、外人ジャッジとか呼んでる時点でもう無理なんですよ、うん、はい、無理なの、はい、でみんなね、その出てる人はやったことない人は分かんないからさ、なんか、なんかお金がなんかどっかから出てくると思ってるかもしれないけど、どっからも出てこないからね。見たら分かるじゃんって話なんですよ、うん、自分で出すしかないんだから、はい、グッズとか作ってるわって話ですよ、うん、自分で、うん、ね、まあ、だから大会やってる人は本当大変ですよね。だからなんかでも大きいスポンサーとかね、うん、欲しいですよね、うん、あとはなんかやってもやっぱりそういうのがあったから僕ら頑張れたんで、うん、やっぱりやっていかないとなっていうのは。そうなんだよ、はい、思います。やっていかないといけないけどしんどいなみたいなね、うん、あるし、ね、あるけど毎回その決勝とか見たら、はい、これやんなきゃいけないなって思うでしょ、ね、うん、やっぱ若い子とかすげえ頑張ってみたら、ね、もう全てをかけてますよ、ね、うん、それに。だからもうこれはまあちょっと赤字で自分がいくらか出すけどさみたいな、はい、まあでもいいか、もう一回やるかみたいな感じでずっとやり続けてきたんだけどっていうなっちゃうんですよね、うん、でもやっぱずっとそれぞってやっぱ続けられないからね。そうですね、やっぱ考えないといけないんで、仕組みをね、工業的にっていうのもありますよね、うん、でもやっぱりその続けるマインドっていうのは本当に大事なんだなと思いました。で今オンラインとかになってきてるじゃないですか、うん、それがコロナの自粛で、うん、で自粛が解けても結構オンラインは使えるなと思ったんです。確かにね、はい、新しい、実はそうだ、オンラインバトル出てみたんですよ、担当、うん、アメリカの大会でした、うん、ハイライト・ザ・スタイルっていうあの LA でやってる大会なんですけど、うん、マリー・ポピンズっていうダンサーと、うん、ヤってわかります、あのクランプのロシアの女の子でめちゃめちゃ有名な子だったんですよ、うん、フォロワー40万ぐらいいました。すごいね、えぐいっす。あの WOD とか、うん、ゴッドタレントってバカ売れして、うん、多分絶対見たことある、見たことあるかもね、見たことある、うん、やけにちっちゃい白人の女の子で、その2人がオーガナイズしてる、うん、そのハイライト・ザ・スカッチ・スタイルのタット・アングルズっていうのがあって、タット部門がタット部門だったんです、うん、でそれに出てくれって言われて、うん、本人たちが直接打診が来たんですよ、うん、で LA のやつは友達なんで、うん、あ、分かった出るよって言ったら、まあ時差エグくて、うん、きつかったんですけど、うん、向こうの正午だったんで、うん、こっちでいう深夜の4時だったんですよ、うんうん、あ、4時ね一番辛い時間だね、はい、うん、まあ近所迷惑とか考えながら家にこうカメラを設置して確かになんか部屋でやるのがルールなんで、うん、頑張って照明こう真ん中向けて、部屋に全部なんか物の上に全部シートかけて、まあ踊ったんですけど、うん、まあ面白かったですね。あ、そう、はい、Zoom でできるんだと。まあ、ただ Wi-Fi 強いもん勝ちみたいなところは若干ありました、うん、途切れるバーン、動きがカクカクしてて、しかもこっち日本からやってるんで、あ、確かに、もうなんかこういう風にやっててもなんかこの辺かこの辺飛んでるんですよ。あ、マジで。あとしかもこう飛んだ上に止まってるんですよ時々後から見たら負けちゃうね。さすがにちょっとダメでしたね。まあだからそういう問題あるね、いろんな環境の問題っていうかさ、ネットワークの問題、まあ、ありますね。もう 1,2 段階ぐらい進化してくれたら、そうだね。ただやっぱり普通にそのメンバーでバトルしようと思ったらインドのやつもいたり、うん、そのアメリカのやつもいたり日本のやつもいたりイギリスのやつもいたり、うん、いろいろいたんですよね、うん、中南米のやつもいたりと、やっぱそれが一緒にやるって大変なことなんで、無理だよね、これはすごいなと思いました。うん、確かに同時にその中にいたんで。だけどやっぱ生でやりたいよね。まあ、そうですね、はい、ちょっと、うん、終わった後とかがなんかしれっとして口ってきて急に一人だよね、急に一人だよね、はい、いやーすごいね、はい、すごい時代だね。やっぱりなんかそのヒップホップだったりとか B-Boyingもそうですけど、グルーヴを伝えたりバイブスを伝えたりするところが大きい場合は結構難しいと思うんです。まあ、B-Boyingもやりようによると思うんですけど、ムーブとかセットをしっかりクリアに見せる人が逆に勝っちゃいます。いわゆるバイブスとか伝わりづらいし、づらいですね。あとなんかこうアングルとかもあるじゃん、いろいろさ、そうなんかね、そうですね、見え方違うよね、うん、なんか狭いところでやってんのか広いところでやってんのかとかさ、うん、そのこうローから撮ってんのか上から撮ってんのか、ね、めっちゃいろいろありました。感じ違うよね、はい、うん、なんでそこなのってやついっぱいありました。トイレみたいな感じのやつ使いました。だからそこちょっとルールつけるといいかもしれないですね。正面で撮って下から撮るとか、うん、みんな同じアングルでじゃないとちょっと判定が難しい、見やすいですね、うん、はい、多分そうなんだよね。
そこをさすごい持ってくるやつとか出てきそうだね、はい、なんかなんつうの部屋の感じをすごい良くするとかさそうなんですね、はい、それでちょっと、うん、なんか点数稼ぐみたいな映えますね、はい、それで勝とうとするやつがきっと出てくるよねいやでもまあみんな外国人なんでやっぱ面白かったですよ。なんかこうバーって踊ってる最中にあのお母さんの後ろ取ってしててなんか準優勝だった黒人のすっごいボンブレイクできる子いたんですけど、うん、なんか後ろを何回もお母さんかお姉さんか分かんないですけど通っててなんか昼飯作ってんですよちょっと台所笑っちゃう。あとまああの猫ちゃんが、うん、猫ちゃんだって猫がめっちゃ通るんですよ、ね、踊ってる最中足元ブワーってすごいね。その作戦かな作戦っていうかもう生活感がすごいんですよね外国人ってそういうとこ気にしないからね。いや面白いっすね、うん、いやすごい映えるリビングで撮ってるんですけど、うん、もうそのなんか猫が本当に気になって面白かったっすね。面白いね、はい、なんだそれ見て面白いけどさ、うん、面白いよねとか言いたいよね。なんかそう周りの人とかシェアしたい。そして一人じゃんなんか、はい、面白いなこれとか思いながらちょっとどっか寂しいみたいなのあるよね意外とできるんですよ。あ本当同時でチャットもできるんですよ。あそっか、はい、あじゃあそれでコミュニケーションしながら。そうなんですそうなんです。ウケるなーみたいな感じで、はい、それベストはやっぱりみんないるけどそうだよ、ね、あれなんですけど、うん、でももしかしたらそういうのって多分結構日本の感覚なのかなと思うんですよ。日本ってやっぱ土地とか物が近いし電車も発達してるから、うん、集まりやすいじゃん、うん、東京でやろうが大阪でやろうがあのどこでやろうが、うん、まあ言っちゃえばそのバトルでそのちゃんれっきとしたちゃんといいジャッジを揃えて、うん、そこそこの大会だったら出るメンツほぼ一緒じゃないですか、うん、なんですけどアメリカとかの場合って結構それが不可能じゃないですか。あでかいからね、はい、広すぎて、うん、正直その日本でいうと東京都内に住んでる人同士が練習しようって言っても向こうだと車で40分ぐらいかかるとかな、うん、であと結構なんていうんですかこっちにはない自然現象が多いんで、もともと割とステイホーム気質というかだから合ってんのかもなと思いました、うん、そういうのは。まあグローバル社会では合ってるかもしれないけどね。だからこれ多分この後さあとまあ多分10年ぐらいしたら浮かび上がってくるみたいな、はい、ホノグラム的な。あそうですね、うん、5G になってそうです、ね、VR でってことですね、うん、そうそういや VR とかも多分なくてなくなってくるってどういうこと、うん、多分もうなってくるよ、はいうん、わ立体ですよね。そうそうそう立体で投影されてここに出てくるみたいな、はい、多分なるから。なるほど触れる。10年じゃ触れるまでいかないかな。いかないです。見るだけで、はい、20年ぐらいだったら触れるよ。最終的に触れるよ、ね、触れるなると思う。なりそうですよね。なるでも実際見た時のあの感じは伝えられないわけじゃない。やっぱなんか目に見えないなんか力みたいのが作用してるよね、はい、実際見た時ってさダンスとかもさ、うん、うわーとか思う時あるじゃないか、うん、でも映像で見たらそこまで思わないもんね。やっぱ単純に昔からなんかその映画とかでもよくワンシーンとかでテーマになってると思うんですけど、うん、なんかすごいこう刑務所とかに撮られてガラス越しにこうやってなんかこう手合わせるとかあるじゃないですか、うんうんうん、あの感じですよね。やっぱりこの手と手でこうパンってやった時とガラス越しにこうパンってこうやった時とあれめっちゃ切なさ伝わってくるじゃないですか。そうだね、悲しい、ね、めっちゃ悲しいシーンでこうよくある感じだと思うんですけど、なぜかこの刑務所の中みたいにしか出ればないんですけどいやありますよね。必ず出るからなみたいな、うん、待ってるわみたいなあのぬくもりが伝わんない感じ。オンラインだとなんか話しててもさ、はい、いっぺんにみんな喋れないわけじゃん。あそうですね、うん、こうさ6人ぐらいで例えば喋っててもさこことこことこう喋ってても成立するけどさオンラインって今のところね成立しないじゃない。そういう問題もあるよね。なんていうんですかね、なんか熱と振動じゃないですかやっぱ。うんやっぱオンラインでバトルガーってやった後に自分はハハハハしてるんですけど、うん、向こうのその感じ全く伝わってこないんです。そうだよね、生だとなんかお互いのこう熱気がこう。そうだよね、熱っと思うじゃないですか、握手した時とも。なんかその感じなんだな。あとやっぱ音の振動でやっぱ来ますし。僕は現場派ですね。いや、俺も現場派だよね。皆様、ご視聴ありがとうございました。関連情報や鈴木の動画については、下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様、ぜひチェックしてください。また、ダンスに関する質問も受け付けております。皆様、お気軽にお寄せください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。